今日はだいぶね前にピオちゃんからいただいていたカニ屋さんちのラーメンを食べていきたいと思います。はい、パカ。はい、こんな感じに出来上がりました。こちらのね絵の感じでちょっとバターがないんですけど、はい、まあそれっぽいんじゃないかなって思います。はい、コーンとネギとキャベツとメンマと、これはねセブンイレブンで買いました半熟卵のゆで卵ですね。うん、美味しい、これ好きなんですよはい、うん、うん、はい、つまみ食いしてしまったんですけど食べていきたいと思います。いただきます。このね麺がすごく変わっていてというか、乾麺なんですけど、なんだろうな、生麺みたいな感じで、茹でてる時からね、ちょっと、普通の、こういう、袋麺っていう感じじゃなくて、うん。いただきます。うん。美味しい。うん。生麺っぽい感じの、そう、麺ですね。美味しい。カニのエキスが入ってるらしいので、ちょっとね取り皿を忘れたうん、美味しい。うん、ちょうどね食べ始めようとした時にゆなちゃんのねツイキャスが始まってしまって、見に行きたいんですけど麺が伸びてしまうので急いで食べたいと思います。うん、美味しい。ニンニクは効いてるのかな。うん、ん、あ、ニンニク入ってますね、スープの方に。結構ニンニクの香りと、うん、美味しいですねうん、麺がツルツルで美味しい。うん、イシちゃんもねこれを食べてマイウーって言ってたらしいというふうにね教えてくれたピオちゃんマイウー。うん、美味しい。うん、美味しい味噌ラーメンだカニのね、出汁が入っているということでね。うん。一人前で、うん。結構量がありますね。うん。
コーンとよく合います、味噌ラーメン。うん、味噌ラーメンって久しぶりに食べたかも。だいたい食べるとしたらね、醤油ラーメンばっかりなので、うん、コーンとよく合いますね。うん、おいしい。セブンイレブンの半熟卵のゆで卵、これはね普通に塩味がついてて、うん、おいしい。そのまま食べてもラーメンとか丼物の上に置いてもおいしい。うん、美味しいな。うん、だいぶ飛んでる。汚いな。食べ方が汚かったですね。レンゲがあれば、スープをいただきます。ネギの風味が足されましたけど、美味しい。美味しい味噌のスープって感じですね。美味しいな。付属品は乾麺とスープと香味油がついていました。でね、香味油もね結構いい香り付けというかになっていて、スープを飲んだ時にこう、うん、唇がテカッとなる感じ。うん、なんですけど美味しい。美味しくて結構食べ応えのあるラーメンでしたね。具材もいろいろ足したり減らしたりとかね、自分で食べたいものを入れたりっていうような風にできるのが乾麺のいいところですよね。うん、乾麺の割に麺もなんだろう、
うん、ちゃんとつるっとして美味しいラーメンでした。いやまあ、だいぶ前にねいただいたものなんですけど、やっと食べることができました。ごちそうさまでした。ビオちゃんありがとう。ではごちそうさま、おしまい。